はい、福島先生別館です。はい、新型コロナでですね、はい、運動してないので、ええ、この間チャンネル桜、フロントジャパン桜の読者からも、あの視聴者からも言われたんですけど、はい、二の腕がぷよぷよですねって、筋トレしなさいって言われて、確かに、まあ、見せないようにしてるんですけど、見せないようにしてるんですけど、二の腕ぷよぷよなんですよ。そうですか。でどうやったら二の腕、で上じゃなくてここじゃなくて、こっち側が振り袖。あ、わかり、私もでも振り袖タイプです。でここをどうやって、うん、プル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 、ほら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 、女性のね、でここをどうやったら筋肉つくのかっていうので、はい、さっきそのね、チャンネル桜のねスタッフの人に聞いたら、一、うん、日中ダンベルを持ってる、で1キロぐらいのダンベルを持ってて、テレビを見ながら、なおたげみたいにこうやってたら、 おたげですね、うん、やっていいよって言われたんですけど、きつそうですね。きついんで、うん、で今ちょっと悩んでるのが、はい、まあね、ビッグカメラとかヤマダ電機に置いてお試し、なんかちょっとやってる、はい、例の6なんとかってやつです。ああ、6バ、うん、なんとかパッドってやつ、ね、はい、うん、なんとかパッドって、はいはい、あれは効くんでしょうか。いや、あれ私の友人のおじさんが、うん、使ってたらしくて、うん、毎回こう、どうだどうだみたいな感じで、どうだ、うん、減っただろうみたいな感じで、こう、うん、なんかライブに来るたびにお腹周りを見せられ、聞いてたんですけど、なんかもともと肩太りっぽいからちょっと変化わかんないなみたいな。もし6聞くんだったら、あ、言っちゃった、言っちゃった、まあ、ピーって入れてね、ピー、うん、うん、はい、たらここになんかあの、あ、貼り付けてなんか適当にこうやってうってってたら効くのかっていう、で電気をねどうしてブーって、うんうん、ブーとか、あとなんだっけ、 ね、エンジンの上に置いてたら効くのかとかねもう楽して出そうっていう、うん、気満々ですね、福島先生。いや、あとドライヤーでブーってやってたらここ波打つじゃん。あ、波打つだから、うん、そう、欲しいですね、買おうか。いや、でもちょっとちょっとお高いでしょ。そうですね、うん、これはもうだからもう社長に頼むし、うん、社長のポケットまで、ね、あとさっきさやちゃんが、はい、なんか顔上げられる、パンって言って上げられる、そうそう、今なんかものすっごい流行ってる電子器具があって、なんとかブラシ、あのバリブラシ、バリバリブラシなんとかってやつね、うん、やつがあるんですけど、うん、それがなんかブラシの形をねしてて、うん、こう頭皮をこうやってこうマッサージすると、うん、キュッとキュッと顔が引き上がるっていうやつがあるんですよ、うん、で確かに髪をこうやってキュッてやったら顔上がるから、うん、ここら辺のほうれい線とか全部なくなるから、そうらしいんです。これなんか女優さんとかがもうみんなもうすごい今話題になってて、メイクさんが使ったりとか、ね、それもお高いんでしょ。それもねちょっとねどうしようかなって、ローンで買おうかなみたいなぐらいお高いんですよ、うん、なんか10万円するらしい。そうなんです。どうする、福島先生。でさっきちょっと話してたんですけど、はい、これはやっぱりチャンネル桜で買ってもらっちゃうといやこれはもうでも視聴者の方のね錠剤で成り立ってる。いやいやただ、出演者のね女性でみんなで使うっていう、だから水島社長のポケットマネーで買って、はい、ええ、で女性出演者が多いじゃないですか、はい、そうです。しかもあの、ね、美容にお気を使ってらっしゃるようなさやさんとか、ね、ありがとうございます。さんとか、ね、いや、そんなでもないです、はい、とか、まあ、そういう女性スタッフがキャスターがここに来て出演前に使ったら、1回使ったら1000円とか2000円とかね、使用料を払えば、それはあ、チャンネル桜の新しい収入源。なるほど。あ、じゃあみんなが人でだって一人で持ってて、一人で持ってて毎日、そうですよね、あれ毎日それ毎日使わなきゃいけないの？まあ、やはりこうだからメイクの前とかにするといいっていうことなんですけど、そうするとみんな朝ねボケマナコでここに来たからここでメイクして、そうで目がパチッと、私ねいつも思うんですけど、開く、あの地上波に出演するときはメイクさんがやってくださるんですよ。そうですよね、うん、で
なかなか、そうですよね、でそうなんだよね、チャンネル桜だけ自前でやってこいっていうね、はい、で私はっきり言ってメイクってあんまり得意じゃないからすごい嫌なんですけど。え、そうですか、うん、だからここにメイク室を作る、うん、で置いとく、で、なるほど、あのでメイクさんを雇えとは言わないけれども、でそこで器具を使ったり化粧品を使ったりすると、まあ、1000円とか2000円で、まあ、化粧品は自分の持ってね、あの共有すると、うん、あのコロナうつるから、だからそういう器具だけ置いといて、そうすると逆に新たにチャンネル桜の収入源になるっていうことになるわけですね。で別に女性だけじゃない、最近はね、はい、男の人だってリフトアップ必要じゃないですか。渡辺さんだって絶対やるよ。あ、渡辺さんなんかお肌ツルツルですもんね。じゃあ社長も使うんですか？な、社長もリフトアップした方がいいじゃん。社長は今ちょっとでも、ね、ちょっと顔下がってる。オイルがいや別に社長のなんか一回顔のオイルがいや、そんなのだ、じゃあちゃんと消毒、アルコールで消毒すればいいだけで。そう、アルコールでね、うん、しっかりとね、うん、だから、まあ、ね、どっちにしろコロナでもう消毒しなきゃいけないんだから、だからそういう風な形にして一人で買うとちょっとお高いので、みんなでこう、みんなで共有して、ね、共有してみんなで幸せになろうっていう、幸せ、うん、何回使ったらね、はい、あの10万円だったら、うん、元が取れるでしょうみたいな。いや、意外と早いかもしれないですね、うん、女性の出演者多いからね、うん、私でもね、はい、2,3,000 円だったら使いたいと思うよ、うん、あ、来るために本当、うん、やっぱりキュッとこうしたい。いや本当で使って、うん、いや本当は効くかどうかが一番問題で、まあ、それは未知数ですね、うん、使って効かなきゃ使わないけれども、うんうん、本当にね、なるんだったらね、いいか、私あとやってみましょうか、うん、これこのアイデア、でこのアイデアを通して、別館を通して、水島社長 に、そう、あのチャンネル桜の運営は錠剤でできているので、はい、それで買ったらダメだけど、水島社長のそうです、ね、あのポケットマネーで買って、それはいい、だからもし利益が出たら水島社長のポケットに返したらいいんですよ。あ、え、社長に返すんですか？いやいやいや、ポケットマネー局に返したらいい。そうそう、だからポケットマネーで出して、はい、でその利益をスタッフの給料とかに返したらいい。あ、そうしましょう、うん、はい、それで今話がつきましたんでということで、水島社長、私と福島先生からのリクエストということで、うん、しっかり受け止めていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。